最後だと思いますよ。これ最後。こっちブロックは。これ最後。ただね、これはね、結構変わり種なんで。あ、じゃあ。じゃあもういけます。じゃあ、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 バトンは。じゃあ、じゃあ。ちょっと待ってください。いや、まあまあ、一回、そうですね。ちなみにこれね、その宮崎君ってここにいない方なんで。ああ、はいはいはい。後悔。はい。はいはいはい。後悔。後悔。穏やかな夏の話だ。僕は東京の高校に通っていた。高校2年生の時、友人の小田から旅行に出かける話を持ちかけられていた。他に仲間を募って夏の屋、ん？名前かな？夏の屋、彼女と仲のいい花も行くそうだ。旅の提案に乗った僕は宿泊の予約を取り、楽しみにしていた。学校で辛いことがあって悲しんでばかりの頃、気分転換にいいなと思っていたけど、小田は悩んで結局行かなかった。駅で電車を待つ僕、一通のメール。夏の昼下がり、小田急西に走る。僕は泣いた。話に乗らなければよかった。あ、終わりですか。終わりですね。小田急西に走る。最初の方の登場人物がもう一回夏のと花。これ解説2枚あるんで解説2枚や2枚もあるんですかこれ。ん？これ解説いいんだよね。解説いい。え？穏やかな夏の花、死んだ。僕は東京の高校に通っていた。高校2年生の時、友人たちに旅行に出かける話を持ちかけられていた。学校で辛いことがあって、かな、死んでばかりのかな、死んでばかりの頃。ちょっと何これ気分転換にいいなと思っていたけど、小田は花病んで結局行かなかった。小田は悩んでるとかな。駅で電車を待つ僕、一通のメール。夏の昼下がり、中水確定。小田急に死に走る。僕は泣いた。話しに取らなければよかった。まあ、あの欠席裁判にはなりますよ。怒られてないんで。何？そっか。何を言ってるんですか、こいつは。こいつ何を言ってんの。もう一枚言いましょうよ。語り手の僕は学校でのいじめに加担していた。小田、花、夏野も加害者だったが、いじめられていたカナが死んでしまったことに対して後悔をしていた。小田や花は病んでしまい、夏野は罪の重さに耐えきれず首吊りで死んでしまった。あと追うように死ぬ勇士らの一報を受け、僕はいじめに乗った、加担したことにことを後悔した。うん、なるほど、うん、いやすごいですよこれは。これは時間かかったでしょ。これはすごいですよ。力作ですよね。これは心意気を褒めたい。そうそう、これ1行目が最高じゃないですか。穏やか、かな、夏の花、死んだ。いや、これは死んだって運がちょっと増えてますからね。本当だ。話あれあれあれ、いやもう一番いいのはやっぱ小田急西に走る。小田急西に走る。僕は泣いた。話に乗らなければよかった。いや、小田急西に走る。僕は泣いた。走る僕は泣いたって言ったら、走る僕は泣いたって言ったら、本当にこれはもうサグラダファミリアですよ。これはこれでジャンル作ってもいいかもしれない。確かに、はいはいはい、ミコアじゃなくて、うん、ご変換ジャンル、はい、ご変換ジャンル、あ、ご変換ジャンルって言っちゃえばもうもうエンディングでもいけますけどね。そうですね、うん、確かにね、これ出ちゃったらね、エンディングっていうのは、ちょっと俺先にやっとけよかったなとはちょっと思います。ヨーロッパ企画の暗い旅。我々ヨーロッパ企画が身近な旅に出る実験的ドキュメンタリーバラエティ。ボードゲームをしたり、象を頭に乗せたり、いろいろやってます。毎週土曜24時30分から。